皆さんこんにちは、ケイエンジェルです。お元気ですか？今日も一日の朝、一日のスタートを切る、ポジティブに元気で希望を持ってスタートを、切ることができるように、エンジェルオラクルカードを引いて、今日の天界からの、ディバインからの、天使たちからの、神様、女神様、マリア様からのメッセージを受け取ってみたいと思います。今日使用するカードもドリン・バーチュー博士の、メリー・クイーン・オブ・エンジェルズ、マリア様の、カードを、オラクルカードを引いて、今日のメッセージを受け取ってみたいと思います。そしてこのメッセージは私自身のためだけではなく、偶然でもこのビデオを、今ご覧になってくださっているあなたのためのメッセージだと思います。偶然、本当はユニバースには偶然などは一つもなく、全てが皆つながっており、全てが必要、全ての私たちが必要な、メッセージをハイヤーセルフや、ハイヤーセルフや神様、天から受け取っています。ガーディアンエンジェルたちからも受け取っています。そして偶然だと思っていたことは決して偶然ではなく、私たちの生活をより良く、そして私たちの心を癒し、これからも元気で明るく生きていくことができるような一つ一つの、ガイダンスであることをいつも、覚えていてください。それでは今日のカードを引いてみたいと思います。今日のカードはブレッシングス、とっても素晴らしい祝福、祝福というカードを引いてみました。それでは、少しだけこの、ブレッシングのカード、シェアさせていただきたいと思います。メッセージ、Today I count my blessings small and large, and I notice the new gifts that comes to me from God、そしてオラクルカードについてくる、ブックレットの中でもう少し詳しいメッセージを、読んでみたいと思います。 Blessings. You receive this card as a reminder of the power of gratitude. Perhaps you have been feeling sorry for yourself lately, or feeling as if God has forgotten about you. Mother Mary reminds you that your prayers are answered to many different ways.And guides you to notice all of the gifts and blessings you already have. Sometimes shifting your focus from what's wrong to what's right can make you notice new blessings that had previously been overlooked. This is the card of optimism, asking you to purposefully and consciously focus upon everything and everyone that you are grateful for. You can make a mental or written list daily, ideally.To train your mind to notice all of the gifts that you already have. By doing so, you are more likely to notice the new ones coming to your way. This card also signals that new blessings are entering your life as an answered prayer. という素晴らしい、メッセージです。私の、ハートに、浮かんできた、天からの、ガイダンスをそれではシェアしたいと思います。マリア様や神様、天使たち、みんな、素晴らしい愛の、ガーディアンたちがあなたのそばで見守っていてくれています。ブレッシング、祝福は毎日数えきれないぐらいあなたは、受け取っているはずです。時々、そのブレッシングを、何が、このよ、あ、私の人生の中で、あなたの人生の中で何がうまくいっていないか、何が、足りないかと、そちらの方ばかりに、焦点を当ててしまっていて、何が、うまくいっているかということを忘れがちになっています。で、何がうまくいっていないか、何が足りないかということをばかりを考えていると、日々本当に数多くの祝福が天から降り注いでいることを、見逃してしまいがちになっています。例えば、
日私たちは愛する家族に囲まれ、また家族が遠く離れていても気の合うあなたのことを愛してくれている、尊敬してくれている友が一人でも二人でもそばにいるはずです。そしてまた近所でおはようと声をかけてくれる、近所の優しい笑顔も、あるはずです。かわいい動物たちや、会社の気の合ういつもコーヒーを一緒に飲める同僚がいることも祝福だと思います。何も無事、事故など病気などもなく一日を終えられたこと自体も祝福です。そして雨が続いた、その後にやっと晴れ間が、晴れの日が来て、雲の隙間から明るい太陽が顔を出してくれたことも祝福です。美味しいお料理を、レストランで、いただいたことや、美味しいお料理を一緒に、作っていただいたこと、一人でいただい、お料理をいただいたことも、また愛するパートナーの方といただいたことも、お友達といただくことも、すべてが祝福です。お買い物に行って気に入ったセーターを見つけられたこと、気に入った靴をディスカウント、お得な価格で、購入できたことも祝福です。会社に行って、お仕事がちゃんと、一日のタスクが終えられ、感謝された、ボスに感謝されたことも素晴らしい祝福です。屋根があって、柔らかい布団の中で、柔らかい枕の上でお休みできることも、一日の疲れを癒してお休みできることも祝福です。このような小さな祝福も、毎日、気がついて数えて、見ていってください。そしてこの小さな、普段は何でもない、感謝もできないような、できないかもしれないような祝福も、数えて感謝することによって、たくさんの、もっとたくさんの大きな、大きな祝福もあなたのところに、やってこれる、やってくるようになっていきますと、天は、マリア様は、天使たちは、伝えてくださっています。そしてもう一つ、あなたが胸に、秘めてきた願い、あなたが いつも祈ってきた、願い求めているそのプレイヤーは、叶えられますと、天使やマリア様は伝えてくださっております。あなたの祈りが叶えられます、祝福となって受け取ることができます、それを信じてくださいという、とっても素晴らしい、祝福の、祝福を伝えるメッセージが降りています。その祝福が、すぐそばに待っているということを信じて、そして今日も、毎日、小さなことでもいいから、10個でも20個でもいいので、お休み前でも、紙に、ありがとう、今日も無事に一日を終えられました、今日おいしいお食事を愛する娘と息子といただくことができました、私の、パートナーは今日素敵な花束を持ってきてくれました、どんなことでもいいので、祝福を、小さなこと、大きなこと、今まで、気がつかなかったようなことなども、書き出してみてください。そしてそのようにすることによって、もっとたくさんの数えきれない祝福が、あなたの生活の中に、届けられます。そしてもっともっと、祝福に包まれて生きていたということに感じ、気がつき、感謝の日々を送ることができるようになっていきます。そしてどん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 もっと幸せに、人生が、変わっていくので、祝福を数え、今日から数え出してみてください。そしてどんどんもっと大きな祝福も期待してください。いつも神様や、ガーディアンたち、天使たち、マリア様、いつも、思い出し、彼らに祝福を、求めてください。そして祝福をいただいたことを感謝し続けてください。これからも一緒にたくさんのブレッシングスを受け取り、幸せに、生きていきましょう。それではまた。ナマステー。